立林、板倉線の車両広域公共路線バスは、群馬県の立林市、大羅郡大羅町、千代田町、明和町、板倉町の一市四町で、共同実施するコミュニティバスである。運行地域では単に路線バスとも呼ぶ。筒子観光バス、立林観光バスに運行委託している。立林、千代田線車両一市四町で、 縦林市街四丁地域公共交通会議を組織して運営し、縦林都市県を8路線で広域カバーする。縦林駅、縦林市街を中心として、隣接四丁や放射状に伸びる路線を基本としており、コミュニティバスにありがちな一市町村で完結することなく、生活圏に合わせた路線設定を行っている。運行地域に一般路線バスが存在しないことから、 本、コミュニティバスが、縦林県における独占的なバス交通網を形成するに至っている。また、東武日光線、板倉東洋大前駅や赤岩都線を結ぶことで、鉄道、行き交通機関の短絡線的な性格も持っている。停留所間隔は、一般路線バスと同等の数百メートル単位が基本。運賃は、均一200円、学生や高齢者に、 半額内し無料制度を設け、さらに当日1回まで無料で乗り継ぎできる制度によって利用者負担を極力抑える工夫がなされている。立林市は1980年代に東武鉄道などのバス路線撤退によりバスの内しを経験したこともあり、地域の足として維持しようという意識も高く、比較的利用が多い。 2001年度から2005年度の年度別月平均利用者数は2万5000人前後で、2002年度の利用実態調査による年代別の利用割合は10代と60代以上で利用者の約7割を占める。またこれらの路線とは別に、千代田町では大泉、千代田線、大浦町では大浦、大田線を実施している。立名板倉線については、 以前から運行ルートに関して意見が対立しており、運行費負担金などでも板倉町と明和町で意見対立を生じたため、2020年度で廃止されることになった。代替として、立林市内区間については赤羽線が板倉町内区間については板倉町コミュニティバスがそれぞれ新設された。立林駅赤岩都線 AB 立林、大浦水水計画。 広域路線バスのルート改正で、町同士が意見対立いた倉と、名は、工芸新聞、https コロンスラッシュスラッシュ www.jomo-news.co.jp スラッシュニューススラッシュ gunma スラッシュポリティックススラッシュ2 6 0 6 0 5 2 0に1年2月14日閲覧。ab、館林、名は、い倉1本年度で、 廃止広域公共路線バス。工芸新聞。2021年2月13日閲覧。AB 赤羽線。立林市。2021年4月6日閲覧。板倉町コミュニティバス運行開始について。板倉町。2021年4月6日閲覧。ありがとうございます。